はい、こんにちは、116インズです。注目の大物選手にも徐々に動きが出始めた MLB の移籍市場。なんといっても今日は広島からポスティングで MLB 移籍を目指していた鈴木誠也選手がカブスと5年総額8500万ドルの契約に合意したニュースは大きな話題となりましたよね。MLB 挑戦時の日本人野手の契約としては、2007年にこれまたカブスと契約を結んだ福留孝介選手の4年総額4800万ドルを抜いて史上最高額での契約となりまして、また鈴木選手を手放すことになったカープには約1460万ドル、日本円にして17億円ほどのお金が渡ることにもなりました。Gアスレチックのケン・ローゼンタール記者によれば、鈴木選手とカブスの契約には全球団へのトレード拒否条項も盛り込まれているようなので、カブス側が鈴木選手に対して非常にいいオファーを提示し、その熱意に対して鈴木選手も応えた形となりました。鈴木選手のポスティングは途中 MLB が99日間に及ぶロックアウトに突入したため、この間ポスティング自体が中断となるという、これまでメジャー挑戦を表明した日本人選手の中でも異例なルートをたどりましたが、開幕直前ではありますが、こうして MLB 移籍が無事決まったのは本当に良かったです。いやー、おめでとうございます。しかし鈴木選手が最終的にカブスを選んだのは個人的には驚きの方が大きかったですね。てっきり西海岸の球団を選ぶものと思っていました。NPB のマイク・トラウトと呼ぶ声もある鈴木選手の獲得には非常に多くの球団が興味を示して、カブス以外にもヤンキース、ブルージェイズ、レッドソックス、レンジャーズ、マリナーズ、マーリンズ、ドジャース、パドレス、ジャイアンツと10球団ほど名前が出てきていましたが、ただ鈴木選手サイドはご家族のことも考えて住みやすさだったり、治安を重視しているなんて話も出ていましたので、日本人が比較的馴染みやすい西海岸の都市が有力視されていました。実際ほんの数日前に日刊スポーツは鈴木選手がパドレス入りに基本合意というニュースを流したくらいですし、まあ結局その情報自体は正しくなかったものの、全く根拠なしにそういったニュースを出すとも思えませんので、西海岸のチームとの契約に割と近い状態にはあったのかなと思っています。パドレスとのワークアウトに参加したみたいな話もありましたよね。ただその日刊スポーツの記事が出た後にカブスとこれから面談を行うという話が出て、そして今回のカブス入り、表に出ている情報だけ見ると、その面談が最後の一押しとなった印象がありますが、果たしてどうだったんでしょうか。はい、それでは今回は日本のプロ野球ファンの方もご覧になっているかもしれませんので、簡単に鈴木選手が移籍するカブスについてもご紹介いたします。カブスは球団の誕生が1870年代と非常に歴史のあるチームで、これまで3度世界一に輝いています。1907年、1908年と2年連続で世界一に輝きましたが、ただ1945年のワールドシリーズを最後に世界一はおろかワールドシリーズ進出すら叶わず、この年のワールドシリーズではカブス2勝1敗リードで迎えた第4戦にペットのヤギを連れて入場しようとしたファンが入場を断られたところ、怒ったそのファンはカブスは二度とワールドシリーズを制覇することはないと言い残し球場を後にする出来事があったんですが、実際その後71年間もその通りになってしまったので、しばしばヤギの呪いとも呼ばれるようになりました。ただそんな呪いも2016年、若手のコアを中心としたチーム作りで躍進を遂げたカブスが108年ぶりに世界一に輝いたことで破られることになりましたね。最も直近では短縮シーズンの2020年に地区優勝を果たしたカブスですが、昨年は71勝91敗で地区4位に沈み、そして今季を迎えています。現在のカブスは2016年の世界一からチームのサイクルが回り、再び再建のフェーズに来ています。2020年のオフから主力選手の放出が相次いでいるような状況で、ダルビッシュ有選手がパドレスへトレードとなったのは記憶に新しいですが、この他にも2016年世界一当時の主力であったシュワーバー、ブライアント、リゾー、バイエズといった面々は全員すでに他球団へ移籍してしまった状況です。マイナーを整備して新しいカブスを作り上げようとしている段階に今のチームはありますので、そんなチームに5年契約で迎え入れられることとなった鈴木選手は、これからのチームの中心的な存在、そんな役割に期待されていると覚えてもらえると幸いです。ただ先ほどカブスは再建中のチームであることを申し上げましたが、一部のチームの再建で見られるように、これから数年間を完全に捨てるつもりというわけでもなく、交付割と積極的な補強策にも動いています。一番大きなところでは先発の FA 市場で移籍先が注目されていたマーカス・ストローマンとロックアウト前に3年契約を結んでいますし、他にもレッツからウェーバー経由でベテラン左腕のマイリー、ベテランキャッチャーのゴームスとも2年契約を結びましたし、先日はショートの名手シモンズとも1年契約を結んだと報道出ていましたよね。そしてそこに鈴木選手も加わったと。再建中のチームの割にはかなりベテランを加えた、ここまでのカブスのオフの印象です。
おそらくですが、カブスは再建にそこまで時間をかけるつもりはなく、今季すぐにでもポストシーズン行けそうなチームかと言われるとちょっと微妙なところはあるんですが、ストローマンと3年契約を結んだあたり、来年または再来年をめどに再びコンテンダーとなるべく体制を整えているのかなと思いますし、またカブスと同じ NL 中地区ではレッズが大幅なコストカットに転じていて、パイレーツもまだまだ再建を抜け出せる状況でもないので、カブスより上のブルワーズ、カージナルス、このあたりがもし万が一今季こけるようなことがあれば、あわよくば上位進出、こんな魂胆でしょうか。なので今の段階でカブスがものすごく強いチームというわけではないですが、将来的に強くなり得るチームだとは言えるんじゃないでしょうかね。はい、では続いてはカブスでの鈴木選手の起用法ですが、基本は日本時代もよく守ったライトでの起用がメインになるかと思いますが、当面はライト以外の起用もあるかなと思っています。カブスはライトに8年契約で獲得したジェイソン・ヘイワードがいて、彼との契約が残り2年総額$4,400万。かつては攻守に活躍していたヘイワードも、近年は打撃成績の悪化が著しく、昨年は104試合で打率2割1分4厘、ホームラン8本、OPS6 割2分7厘。ヘイワードの現状は不良再建もいいところなので、カブスとしてはすぐにでも彼を手放したいと考えてはいるでしょうが、まあこの成績と年俸で引き取り手が見つかるはずもありません。契約を全額負担する形でヘイワードをリリースすることも可能ですが、今季のカブスはそこまで本気でプレーオフ進出を目指していくわけでもないでしょうから、ヘイワードが出場する日は鈴木選手はセンター、あるいはレフトでの起用もありそうかなと。ただ出場機会に困ることはまずないでしょうから、MLB のピッチャー相手に少しずつ適応するだけの時間、チャンスは問題なく与えてもらえるかと思っています。特に今季はロックアウトが長引いた関係で、スプリングトレーニングがいつもより短く、オープン戦でアジャストする時間も足りないと思われますので、まず MLB の環境に慣れる上でチャンスが多く、かつ今季に限ればそこまで勝利へのプレッシャーもないカブスの環境は、鈴木選手にとってもプラスに働きそうですかね。何より今のカブスには鈴木選手のバッティングが必要です。昨年のカブス打線はリーグ全体でも下位レベルで、打率2割3分7厘、OPS7 割1分9厘、得点数は NL11位、 WRC プラスで見ても平均以下の水準となっています。もちろんシーズン途中にブライアントやリゾーなどの面々を放出した影響もあるでしょうが、昨年のカブス打線のままではまだまだプレーオフ争いをするには程遠い状況です。なので昨年日本で打率3割1分7厘、38ホーマー、10割オーバーの OPS を記録するなど、打者としてはほぼパーフェクトに近い成績を残した鈴木選手にかかる期待は当然小さくはありません。さすがに日本時代と同水準の成績を求めるのは、まあ、MLB と NPB の差があるので酷かもしれませんが、打率2割7分から2割8分くらいでホームラン20本中盤くらいのパフォーマンス、これくらいはまずは期待したいところでしょうか。純粋な日本人野手のメジャー挑戦は近年あまりうまくいっていない印象ですが、鈴木選手クラスでダメとなると今後の野手のメジャー挑戦かなり絶望的に感じてしまいますので、鈴木選手にはぜひ期待に見合う活躍をシカゴで見せてほしいなと思っています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。